はい、今回はですね、ヤマゼンのサーキュレーターを購入しました。とにかくシンプルなタイプのサーキュレーターになります。で、サクトパイプを入れていきますと、こんな感じの四角のサーキュレーターになります。このタイプはですね、昔からヤマゼンの方で販売されていて、まあ、ロングセラー商品になっているものになりますね。で、非常に扱いやすいというのが特徴になります。でもこんな片手で移動できますし、ここ持ち手がありまして、こうやって移動できるし、ボタンもこうシンプルに弱、中、強、そしてここルーバーっていうボタンもありまして、ルーバーっていうのはここがこうぐるぐる回って攪拌するような形になります。で、実はですね、これこれの古いタイプの方を今でも愛用してまして、あまりにもこれ使い勝手がいいので、今回新しく購入したわけですけど、もう基本的な性能っていうのは全く変わってません。色がちょっと変わってるっていう程度で、もう大きさもですね、機能もそのまんま引き継いでいるような形になります。まあ、だからそれほど洗練されたシンプルな形ということになると思います。機能的にはこれと一緒ですね。強風で、中モード、そして、これが強風ですね。強風、中モード、ショートで、3段階の風量調整があって、しかもこれルーバーっていうのを回すとですね、ちょっと分かりますかね、ここが回るんですね。こう回ることによって風がですね、まあ、首振りと同じような役割になるっていうことですね。で、しかも角度の調整も簡単に上を向けたり、下はここまでですけど、自由に角度調整が可能になります。持ち運びもすごく楽なので、こっち当てたりこっち当てたりっていうのが簡単になります。で、なんでこれがおすすめなのかって言いますと、もう一つアイリス大山で結構いい感じの、サーキュレーター買ったんですね。これ DC モーターなのかな。で、これ、リアルに上下左右と首振りするんですけど、これ、ですね、首振りした時にこう遅いんですよね。遅いっていうか、こうちょっと調整したい時とかあったりで、この首の上下もするんですけど、この首の上下もなんかここで止めたいってなった時に一回一回こうボタンを押さなあかんですね。これをグッとこういう風にやると、ここに力が入って壊れる原因になるんですね。なので、これは据え置きタイプで決まりきったところに置く分にはまあまあいいんですけど、もっとシンプルにただ風を当てたい、移動させて洗濯物乾かしたいとかっていう一個のサーキュレーターでいろいろ持ち運びしたりシンプルに使いたいっていう場合はもう圧倒的にこれが楽です。もう動いてる時にこういう風にこうパパパパってこう向きを変えたり、自分のとこ向けたり、持って脱衣所に置いたりで、天井の方向けてずっと回しときたいとかっていう場合とかはもう本当にこれが楽です。で、あまりにもやっぱりこれの使い勝手がいいので、今回改めて最新の、サーキュレーターを買ったはいいんですけど、すごく使いにくい、使いづらいっていうことが分かったので、このヤマゼンのこのタイプと同じ、こちらのものを購入しました。で、価格帯もそんなに高くなくて4000円5000円ぐらいで、あると思います。
で、これですね、すごく壊れにくくて、もうこのタイプであれば製造はしてないんですね。こっち側の方がリニューアルになったので。でもリニューアルになったからといって、何もこう、機構的、基本的な形とかは変わってはないです。パワーも変わってません。これ2020年製になってるっていうだけで、こちらのタイプはですね、もう、何十年って使ってますけど、全然壊れずに、未だに現役で、愛用してるものになります。もう多分ですね、これ、どれぐらいなんですかね。ちょっと日にちが書いてはないですが、そうですね、20年近くはもう確実に、立ってるはずです。で、20年経っても全然壊れません。壊れませんっていうか、現役で使えるシンプルな構造になってます。で、掃除もですね、すごく楽なんですね。ここのこれを外して、これ外して、このネジになってるんで、これ外すとカバーが外れます。で、ここをですね、掃除簡単にできるし、これは外れんのかな、これは外れないですね。こっち側は外れない。こっちは外れないみたいですけど、まあこれはあのビスになってるんで、ここのビス外せば多分こっち側のカバーも外れるんで、きれいに掃除ができるはずです。僕の記憶では、何年か前に全ばらししてきれいに掃除した記憶があるんで、多分掃除はしやすいはずですね。細かく分解して掃除ができるはずです。ちょっとこれ今。こういう感じですね。でこう、こういう風にすれば、また簡単に組み立てもできます。はい。で、こういう商品です。で、僕がリピートしたことからも、非常に使い勝手のいい、まあ、コンパクトでシンプル。で、持ち運びを頻繁にしたいとか、あれ持って、これ持ってとか、で、壊れないようなサーキュレーター、を、探してる人はもうこれ1点で決まりだと思います。すごく使い勝手がいいシンプルなサーキュレーターです。